コースガイドを真剣に読むゴルフ女子です。ここで何円？200円？レギュラーだよね。あ、違うわ、これグリーンから。あ、そうだそうだ、あ、だから250だ、うん。このホールはグビネビアホール。アナウンサーもやっているナナエちゃんに発音してもらおう。グビネビア。はい、ありがとうございます。グビネビア上げてるから負けないように。うん、おー、ナイス、完璧。これコースってさ、あっち側？いや、まっすぐ、なんかまっすぐだった。なんか右の方が狭く見えるなと思って。うん、ナイス、ナイス。右打っちゃった。完璧、完璧だよ。完璧ですよ。いいか。うん、キック、キック、キック。大丈夫、大丈夫だった。まあ、徳咲ちゃんはよくゴルフコンペをやってるじゃないですか。うん、その理由は何なんですか？理由は、うん、なんか若い世代のゴルフやる人を増やしたくて、ほうほう。で、インスタとかでいつもコンペやりますって言ったら、うん、同じ20代、30代の人が行きますって言ってきてくれて、うん、そこで本当に多分ゴルフやってなかったら出会えない人たち、うんうん、若い人たちと出会えるようになって、それが楽しくて、へー、なんかどんどん開催する規模が大きくなっている。20代のコンペとかもやってたもんね、この間ね。20代限定もやってる。どうだった？やってみて。え、楽しかった。へえ。めっちゃ楽しかった。なんか華やかっていうか、おうおう、なんかフレッシュ、うんうんうん、だった。いい、パワーある。うん、パワーある。ノリもなんか、ノリ若い。めっちゃウェイみたいな感じ。ウェイみたいな。テンションが同じって感じで、ね。そう、ウェイみたいな感じで。ウェイみたいな。いや、本当に若かった、めっちゃ。楽しそう。だそうです。楽しかったです。2人は先の方まで見に行って、コースを知りに行ってます。なんかね、先にクリークがあるらしいよ。先にクリークがあって、どう攻めていくか考えてます。どういうクラブで行きますか？140ヤードくらいを打つクラブ、うんうん、でちょっと短くてもいいかなと。クリーク手前。クリーク手前です。了解です。お、いいんじゃないこれ、うん、完璧だよ。いいと思う。完璧、完璧なマネジメント。よし、3打目勝負。3打目勝負。うまい。これはピンに向かってますよ。うん、ナイスホーン。完璧です。何番やん？7番です。お、ナイスショット。みんなバーディーチャンスです。取りたいね。これはチャンスですよ。あ、みんな七重さんが一番難しいかも。難しいね。そうね、ちょっと段のちょっと変なとこ下だから、さきちゃんが一番いいね。そうだね、同じ面に乗ってる、うんうん、これはいい、良さそう。これで一個減らそう。こっちから見るとフェアウェイが段々です。伝わる？ボッコン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 になってます。オッケー、ナイスパ。ナイスパ、ありがとうございます。距離はバッチリだね、うん、そうだな。そう、池ヶ波の、うん、インもアウトもあるんだよね、池ヶ波のショートが。そう、あるある、あったあった。あれ、あっちだと思ったんだけど。いや、アイランドっぽい。きたー、きたね、これは。やばいかも、しかも手前じゃん。ほんとだ。やばい、はめてくださいって言ってるもんだ。これでも奥打ったらほら、二段グリーンだからさ。あ、でも逆にもう奥狙うくらいの、皆様に景色をお見せしましょう。はい、こんな景色です。いやー、来たね。来ました、アイランドグリーン。ちょっと全然見えません。見えません。見えません。そうだ、でも近いね。そうだね、電車の前だね。そんなになさそう。いいんじゃない？おー、ナイス。
甘く見えるね。わっ、おー、まっすぐ行ってたけどね、今 B。 あー、でかいか、やばい。嘘、バンカー、そんな、そんな飛んだマジ。って何で飛んだ。いや、そんな飛ぶクラブじゃない。嘘、ほんと、やばい、止まれ、大丈夫。ナナエちゃんのクラブセッティング紹介します。ちょっと私のとグニャグニャってなって、マックス14本入ってます。マックス14本入ってます。これは練習クラブなんだ。これ入れると15になっちゃう。それは練習曲ですね。練習で、まず一番上はドライバー、はい、ドライバーエピックのどんなスペックですか。エピックのレディースかな。ヘッドはレディースの 12.0 にシャフトしてグランドバサラシャフト使ってます。なんかすごいの使ってますね。なんか元ついてたやつがスピーダーだけど、うんうん、それだとちょっとね、そう、やか、柔らかい、そう、柔らかくて、うんうん、少し固めのをつけてるにしました、はい、で、その下が5番、ウッドが5番と7番キャロウェイですか。キャロウェイのエピック使ってます。ナナも一緒、シャフトグランドバサラに揃えました。はい、ユーティリティはゼクシオ。おお、もともとゼクシオのフルセットを買って使ってたんだけど、ユーティリティだけゼクシオで残してます。これはなんかいいんだね。自分の中で打ちやすい、ね、打ちやすい、うん、でやっぱり万能クラブだから、うん、4番、6番、7番3本入れてるんだけど、全部やっぱ使ってますね、はい、で、その下がアイアンですね。その下アイアンが7番から789P、 エペックス使ってます。結構いろいろ入ってますね。そうです。これもリシャフトして、シャフトはアッタスの 40R という、ちょっとなんだろう、アッタスの中でも軽いやつ。これレディース、メンズ、メンズかな。そうだよ ね、うん、ね、レディースないもんね。そう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 。で、その下がキャロウェイのマックダディ、50度、56度、うん、バンカー用に14の58度入れてます。かなりこだわったクラブセッティングになります。風が強いです。強い。では行きましょうかね。ティーショット左はダメです、このホールは。うん、ナイスショット。いいよ、うん、おお、いいよ、いいよ。いや、でも全然いいよ、全く問題ない。さきちゃんはね、ドローを打つイメージが結構ある。左側にね、ティー刺します。おお、すごい。ナイス、ナイス、いいよ、いいですよ。いいね、ドローさん。いいよ、いいよ。わざと？わざとだろうか。なんかすごい、左はこうだったけど、そんなに技みたいな、ちょっとだけ技を使えるならもっと上手いんだろうな。怖いね、このホール。いいかな、はい、安全だ。低めでね。はい、はい、うまいよ。いや、これ完璧じゃん。完璧じゃん。ナイス、近いです。早い、そっか。
願いします。